っかり位置確保して、いや、まあ、たまたま確保できたって感じですね。3番手の、あのもう、うん、スタートもうみんな早いし、あのいい取れなかったし、ああ、もう一番後ろから一回先に動いてからっていう感じでしたね、うんうん、まあ、3日間の走りでいろいろバリエーションがありながらです。ああ、そうですね、うん、あ、ちょっと後ろ行きます。決勝に向けてのリズムっていうのはどうですか？そうですね、まあ、動くべきところではしっかり動けてますので、うん、まあ、あの自信持って走りたいと思います、うん。まあ、1年前にはちょっと振り返りとしてはその時は運良くというか、まあ、武田さんがいての、うん、優勝を取らせてもらったという形だったので、また今年はちょっと違った意味で、あの自分で、あのしっかり本当に1年間積み上げてきたものがつながってここにあるような。そうですね、あの去年苦しんだ時期もあったので、あのそういう経験があの今年入ってあのしっかりレースにつながってるんだと思ってますけど、まあ、まだあの明日が勝負なんで、まあ、あの気持ち切り替えて、まあ、あのしっかり調整して頑張ります。ありがとうございました。